それでは改めましてインタビューの方を始めさせていただきます。代表質問の方からお願いいたします。代表質問させていただきます。テレビ朝日斉藤です。お願いします。お願いします。今の率直なお気持ちを聞かせください。点も取れずに、チャンスがあった中も取りきれずに、逆に抑えるところを取られてしまって、大差で完敗してしまったという気持ちです。ご自身で決勝を振り返ると、課題となる点、見えてきたものありますか？はい、良かったところが一つも出なかった。その練習の成果を全部試合で出すっていうのは本当に難しいことだと思うんですけど、本当にトップの選手はそれができているし、できていなくてもしっかり勝ち切ることができる。どんなに緊張している試合とか、大事な試合だからこそ勝ち切ることができるんですけど、自分は本当にその力がまだ足りなかったと思います。須崎選手は相手に、対策などを練られてきたと思います。どのような練習を積まれてきたんですか？たくさんあるので全部喋りきれないんですけど、その攻撃、自分が全然前回できなかったので、先に攻撃をするような組み立てで練習をしてきました。この大会、パリオリンピック選考の第1試合目となりますけれども、はい、この試合というのはどのような思いで臨まれていたんですか？やっぱり50キロ級は須崎選手、絶対須崎選手だろうっていう世間の皆さんも思われてるし、やっぱり東京オリンピックであれだけ圧倒して勝たれたので、そういう思いがあるんですけど、自分は絶対にパリに出るっていう気持ちで、50キロ級は須崎選手じゃなくて自分もいるっていうのを、やっぱりでも勝たないとそれは証明できなくて、今回も証明できなかったので、本当に次が絶対勝たないとパリオリンピックはないので、本当に半年死ぬもの狂いでやっていきたいと思います。今後その勝利をつかむために、どの点強化していきたいですか？練習の成果が試合で出ないっていうのは、本当に気持ちの部分がまだまだ自分は弱いので、その執念をもっと強くするためにも、練習も足りなかったということですし、もう全てが足りなかったので、本当に半年間やっていきたいと思います。ありがとうございます。代表以上とさせていただきます。皆様よろしくお願いいたします。続けてありますか？お願いいたします。はい、NHK の持ちです。お疲れ様でした。6月 の選抜の時には、2度敗れたことになりましたけども、またここで雪辱を晴らすために、来たと思いますが、そのあたりというのはいかがだったでしょうか？半年間やってきたことが今回で少しでも出せるところがあったら、本当にこの先 のまた組み立てとかができたと思うんですけど、全く出せなかったので、本当に一回その正月も挟むので、本当に気持ちをしっかりリセットして6月に向けてやっていきたいと思います。他にご質問ありますでしょうか？はい、お願いいたします。お疲れ様でした。ジャーナリストの阿波野と言います。対須崎対策として、酒井さんからはどんなアドバイスを受けていました？怪我でできない時とかも、そのレスリングに活かせるトレーニングで付きっきりでやっていただいたりとか、こう自分がスパーリング中に甘いところは普段から本当に口うるさいぐらいアドバイスしていただいて、それが少し練習では良くなってきたと思ってたんですけど、やっぱり試合で出なかったってことはまだまだだと思うので、これからも一番目立つ練習をして、一番アドバイスをもらって、絶対にそれを試合で出さないと意味ないので、そういう強い気持ちを持って、本当に6月に勝てるように死ぬもの狂いで頑張ります。直接言葉としてはどんな言葉をかけられたんですか？アドバイスとして。試合前は本当に悔いがないようにっていう、やっぱり気持ちの部分のことで、練習の普段の練習では技術的なアドバイスをいただいてます。はい、そうです。こちらで最後の質問をお願いいたします。どうもありがとうございました。たくさんの質問ありがとうございました。こちらで終わりをいたしたいと思います。どうもありがとうございました。皆様ありがとうございます。